皆さんこんこにちは、えー、本日はですね第158回の日照簿記検定を受けてのですね、えー、私の方からの感想をそれからですね今後の学習の仕方ですね、えー、こういったところをですね、えー、軽く30分程度ですかね、えー、3級2級の問題を、まあ、前提に、えー、少しお話をさせていただこうと。 思います、uh, まずはまあ今日ねご受験いただいた方々お疲れ様でございましたあ少しね、まあ、東京は午後雨降ったところもあったんでねムシムシする中ねちょっと試験受けてきていただいたところがあります、うん、で通称であればっていうのかな今までの今までは日照の物件で終わる都度ですね解凍速報ということで えー、私どもの方からですね、えー、予想拝点であったりとか模範回答であったりとか、まあ、そういったものをご案内させていただいておったんですが、まあ、皆さんご承知の通りですねあの今年度からちょっと西尾さんの方でルール変更というところがございまして、えーまあ、あの要は問題の話はするなと <laughs>、ね、あの問題のことは言っちゃいけないよというルールになりました。 まああのー、ちょっとここはねいろいろご意見もあると思うし僕も思うところはあります。であるけどもただまあまずはルールですからね。そこはやっぱり ねえー、そんなの関係ないですよって話でわーって言うっていうのもいかがなものかと思うそれはちょっとやっぱりフェアではないのでまあルールはルールですからあ今までのような、ね、模範回答であったりあとはあ具体的問題の内容であったりまあそういったところはね、えー、ルールに即した形でまあちょっとお,お話はできないんですけどもまあかといって何もやんないのもなんなんでね、えー、今日僕の方でもですね えー、本当に久方ぶりに試験会場行って受けてきましたあまあ1級は1級で別のチームが行ってくれてるんですけども3級2級のね、えー、僕やってきましたで、ね、まあねいろいろ思うところもあるまあ3級なんかもね試験時間も変わったし、えー、2級も試験時間変わったし問題の定裁も変わったしまあいろいろありますで僕はちょうど今日は3級が9時からの回で2級が 午後1時半からかの回ですね。の方でね、えー、ちょっと受験させてもらったところになります。まあ本当に申請になったんですけどね。まあ、あのー、具体的な内容なんかを <laughs>、もうこんなこと言ってて話したくなっちゃうんですけど、あのー、ちょっとそこはね、やっぱりあの、ルールなんで、ね。 いやんなこと言わずに言ってくれよっていうご意見もあるかもしれないですけどね。ちょっとやっぱそこはね、うん、実施したいの定めたルールに即して試験っていうのは受けるもんだと僕は思うんで別にあのー、ねアジュラさんに気使ったところで僕何も得することはないし。 まあ損することもなないいんんでしょうけどあないんだけどどだ、まあ、ルールはルールなんでねやっぱりそこはちゃんと守んなきゃいけないと僕も思うんで、えーまあ、当然皆さん方だってねルールに即して試験を受けてきてくださったわけだからあー僕らだけ勝手にルールを破るってわけにもいかないんで具体的な内容は言えないんですがただね僕ね今回の産休の問題なんかを問いと思ったのは。 産級に関しては、まあ、非常にバランスの取れたらいい問題だったな、まあ、こんなことやったら偉そうですけどもおいい問題だったなというふうに思います。まあ私、えー、レックの方ではですね、えー、日照牧検定、まあ、1級とお2級ですね。 授業の方担当させていただいているところでもあるんですが、まあ、それ以外にねえー、まあマの数で言ったら圧倒的にやっぱ税理士の会計科目が多いんですけどもあの今回の産休の問題なんかはあしっかりとああいった問題に対応できるような学習を進んで、えー、積んできていただいた方であれば、まあ、その後ね税理士とかお入りいただいてもきっちりとおステップ踏んで、えー、試験に挑める状況。 作っていいいたただだけるだろうなっていうなうに思いましたあ本当にもうバランスもいいし、えー、で簿記の基本的な、まあ、概要というのかな本来押さえるべき概要っていうのをしっかり的を得た形で問題出してるなという感じはしたんであの3級に関しては僕非常にね、えー、いい問題だなっていうふうに思いました率直に。 ただあの問題の内容としては非常にいいなとは思ったけどもまあいかんせん試験時間の兼ね合いがあるんでねあのー、まあ60分っていう時間を考えるとある程度ねやっぱり問題に対する習熟度を高めておいていただいた方じゃないと厳しいかなっていうのも同時に思いましたね。あのー、まあ結構いろんなところでこう回答上のアシストみたいなのも入ってたんですがあのー、なんていうのかな 演習量がちょっっと少なかったり、えー、迅速に問題内容を整理把握をしていただいて回答を手続きに移行するっていうこういうなんていうのかな本当にもう60分なら60分で試験時間を効率的に使うっていう普段から意識してね練習をしっかり積んどいていただいた方じゃないと結構厳しいような気がするまあ結局厳しいっていうのは時間が足んないってことだね。あのー、その傾向は結構強いかないう気がします。 でじゃあどうやったらスピード速くなるのって言ったらもうこれはある意味力技なんであのやっぱりね内容を理解した上でいろんな問題を回数をこなしていくことによってスピードってのを上げるしかない。でこれはもう本当に個人差があるんですよ。ね、えー、同じような問題を10回解けばねもう迅速に集計なんかもできるようになって対応力バッと伸びちゃうっていう人もいれば10回ではまだ全然15回20回やってもなかなかいまいち 試験時間パンパンになっちゃうんだっていう人もいるからあのこれはねかなり個人差があるでかなり個人差があるんだけどもただいずれにおいてもやっぱりね演習の数を少なくしてね、まあ、例えば計算用紙の作り方こうなんだよとか。 問題ってのはこうやって読むんだよとかまあいろんな話が出てきたりするんだけど結局ねそういう集計の仕方とかっていうのは参考にしていただくのはいいと思うんだけどどれをやるにしたってね数こなされて自分のものにならないですよ絶対ねだから演習量は増やしたくないでも早く問題解けるようになりたいこれは無理なんです絶対やっぱり数はこなすしかない でそういったまあ本当にねコツ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 日々の努力の積み重ねですよねそういったものをしっかりやっておかないと、まあ、すなわち、えー、自分の中でね問題対応というものをある程度お納得いけるようなところまで、えー、高めておいていただかないとちょっと今日の三休なんかは時間足んなくなっちゃう人いるんじゃないかな勇気が僕はしました。ただ、あのー、問題としてはまあ 僕は両問だと思いましたよ。おおまあ、具体的な問題の番号とかいう番号ぐらい見ようかな。あとは思いますけど、まあ、2問目なんかいい問題ですよ。あのー、ああいうのはね、やっぱできるようにしとかないとダメだと思うよ。あのー、まあ、やっぱりね。苦手なところもあるけども。あ、あいうの嫌いっていう人も結構いるけどね。いるけど。 ああいうところをやっぱちゃんと対応できるようにしておくことってやっぱ必要だし、えー、ああいう問題がちゃんと対応できるようにしておくっていうことはそれをそのまんまね他の問題にもこれ絶対発生しますからその後の問題とかにね、えー、しますんでまあそういう意味では一つ今回の問題なんかは3級の試験というものをしっかり捉えるとこういう意味ではねいい問題だったんじゃないかというふうに僕は思いましたね。で2級に関しては まあ、あこれまでの合格率の推移っていうのがありますから前回の2月なんかは、まあ、やっぱりもうかなり厳しかったですかね。っ、まあ、<laughs> ってちょっとといいじゃない数字だと思いますで思いますけども、まあ、年度変わってね試験システムも変わって、えー、今回一発目というところでございますからあ、まあ、僕の方でもね2級も合わせて受けてきました。で受けけてきたんですけど まあちょっっとやっぱり量は多めだよね基本的に、ね、量は多めだけどただまあ前回2月のうーん試験の傾向もあったからなのかなっていうところではあるんですが割り返しアシストが効いてる、まあ、当然考えなきゃいけない部分はいっぱいありますよ2級ですから。あーそれありますけども比較的ね過去の本試験でも問われてたよなというような形式のものが出ていたり。 更、えー、に言うと、まあ、量的な部分については <coughs> いきなりね前回なんかに比べてですよ著しく量が減るってことはないだろうって僕も思ってたんでだからまあ今回ね6月向けなんかを前提に、えー、私どもの当連なんかではあちょっと、まあ、やっていただいた方々お分かりでしょうけどもあのー、非常にボリュームの多い問題をやっていただいたら、まあ、それはやっぱちょっとある程度処理量っていうものをね えー、多めの問題っていうものを想定して準備をしておかないとやっぱりね実際の本試験で試験時間足んなくなっちゃうというのが怖いんでだから、あのー、今回まあ私どもの2級の登壇に関してはねああいったものをしっかりこなしていただいたりしていればまあ十分ね 処理速度っていうところは向上を図れたんだと思います量的な部分だけで言えばうちの当連のが量は多い。ね。で、ね、うちの量れんのが量が多いしーさらに申し上げるとそうだな今回出題されてる商業簿記の分野の問題なんかはあほぼ同じような問題も入ってる。ね。でそういったところからすると、まあ、しっかりね通れ等を通じて 練、えー、習進めていただいてね、えー、効率性を考えて問題解いていただくっていう練習を積んでいただいた方であればあ十分勝負の土台乗っていただけたんじゃないかというふうに思います。ただまあそうだな少しやっぱり量は多めだったのでうん時間が足んなくなっちゃうなっていう感覚はどうしても否めないと思うんだよね。 で結構ギリギリでなんとか終わりましたって方もいらっしゃればあちょっと最後の方まで手が回りきりませんでしたと時間足んなくなっちゃいましたって人もいるかなっていう気はする。でするけどもただまあ今回のね問題なんかは一つの判断指針にはなると思いますよ。やっぱあれぐらいの量のものっていうのを想定してね準備っていうのはやっぱりやっとくべきだし、えー、そうだなまあちょっと問題と。 そうだね計算用紙とかの定裁もだいぶ変わりましたもんねあの試験監督の方もねおっしゃってました今回からはあもうセパレーテではありませんというふうにおっしゃってましたけどもまあ <coughs> あれもまあ慣れたとは思うんだけどねまあ、私どもの当連なんかもああいったものを想定してまあ作らせていただいてるんで、えー、しっかりそういったものを使いながらね準備をしていただいた方であれば対応はしていただけたかなとは思うんですけどちょっと慣れないとねやっぱり使いづらいかなっていうところもあったりはしましたでもそうだなまあやっぱだいぶ2級の問題落ち着いたような気はしますね。うーんで 非総力的なものを重視した問題なのかな？っていう感覚が僕にはあります。えー、ですから、まあ、ちょっとリスなんからも期待ができるんじゃないかなって。僕は個人的には思いましたね。で、実際僕も本当にもうさ本当に久方ぶり試験会場行ってね。あのー、皆さんと一緒に受けてきたんですけど、あのー？でも,もうみんな結構手動いてましたね。まあ 解いてるの見てるわけにはいかないからね。あの見てるわけじゃないけど、結局ほら周りの音ってあるんで、あのー、全然普通に電卓だーって打ってるような感じはしましたから、あー止まっちゃってるっていう感じはしなかったね。えー、だからあーみんなそれなりにやっぱり手動いてんのかな、ねチャレンジできているのかな。 あいう,ふうに思ったし、えー、それに向けてまあしっかり準備されてきたんだろうなっていうのを思いながら僕もまあ問いてたんですけど、あのー、そんな感じはしましまたねでね、まあ、今日ね、えー、この3級とか2級受けていただいた方はまあわりかしあの基礎力重視の問題だっていうような気はするんで、えー、この後にね えー、例えば税理士さんとか例えば会計士さんとか、まあ、そういったものをご考慮いただいてる方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった方々は本当にああいった問題ねしっかりと見直ししとくといいですよ。ね。えー、まあ終わった後の試験の問題ね入手するのもちょっと今はなかなかできないからあれなんだけどもただああいう論点 自分分が今日解いた問問題題に類似すする問題って多分お持ちだと思うんですよ私でも当連でもいいし皆さんお一人お一人お使い頂い,いている教材あると思うんでねそういう類似の論点ってやっぱ入ってますから特にまあ今日の2級なんかも比較的過去の傾向踏襲したりはするんで、あのー、そういう意味からすると、まあ、類似の問題をピックアップしてしっかりね、えー、そういったものをお再確認をしておくということはいろんな意味でこれは役に立つと思いますよ。あ当然この後上に進むと いう方はやっぱりそれはそれで今日の問題みたいなものっていうのはやっぱり土台を形成する話だったりするこれはもう三級二級共通して言えます、えー、特にまあ三級なんかいい問題だったなと本当にまあ繰り返しになるけど思いました僕はね、えー、ああいったものっていうのをしっかりできるようにしといてもらうとそれこそ僕が担当しているような税理士の試験とかああいったところも絶対的に行きます、えー、そういう意味ではねえあのー、まあまあ妥当な感じだったのかな いいう,うには思いますただねやっぱりあのー、どうしてもその計算用紙の携帯であったりとかいろんなところでちょっと紙ベースの試験に対してやっぱり抵抗をお持ちの方もいらっしゃると思うのでまあ幸いにしてというのがね今西尾さんネット試験始まりましたんでネット試験の方なら若い人はもしかしたら受けやすいかなっていう気は僕は率直にしましたねあの紙よりも。まあ、僕はもう間違いなく紙の方がいいです。 <laughs> あの紙でしか受験勉強方かやったことない人間だからあの僕は間違いなく紙の方がいいですけどあのただそうだなちょっとこれやっぱり特に若い方はパソコン使ったネット試験の方がもしかしたら解きやすいのかなっていう気は僕はしましたね。うん。あのー、そこはやっぱりねお一人お一人だいぶ違いはあるかもしんないけど一般的にはそれ言えるような気がする。 だからまあそういったものもね一つ選択肢として挙げていただいてもいいんじゃないですかだから3級なんか今日ねご、えー、受験されてじゃあその後2級っていうふうに考えた時に2級の受験形態としてはネット試験。 えー、これね一つ選択肢に挙げてもらっても僕いいと思いますよ。やっぱフレキシブルに、えー、ご自分の状況に応じてね試験受けられるっていうのはある意味から皆さんにとっての有利変更ですでそういう意味からするとまあそうだな僕が思うにだけどもしかしたら若い方は特にね まあ若くなくてもそういうのはお得意な方はいらっしゃるでしょうからあれでしょうけど若い方は特にやっぱネット試験の方の方がいいのかなっていう気は僕はしましたね今日改めて紙ベースの問題受けてねえー、いうふうに思いましたまあほにねまあこ今日はねあの僕こんなの初めてなんですよあのどうしたって今までは模範解答を作ってね 回答速報ということで皆さんにご案内をさせていただいてっていう形ですからあまあ何にもないところでフリートークみたいなのやってくれちゅって言われるのもなかなか微妙なんですよねそんなに僕もいろんなことがパン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 言葉が出てくる人間でも実はないので、えー、ただねまあ僕も今度のとこずっとわりかしあの批判的なことをずっと言っちゃあきていましたが 今回の僕が受けた問題に関しては、まあ、32級の場合ってどうしてもね、あのー、2回ずつやってますから、あのー、何とも言えないんですけどもただまあ僕が受けた問題に関して言うと、うん、まあまあ妥当じゃないですかという感じが僕はしましたね。えーまあ、逆に言うと前回の2級の試験なんかで本当に悔しい思いされた方多いと思うんです。 あのー、2, 2月の試験ねあれは難しいよ誰が何つったって、えー、誰が何つったって間違いなく難しいね難しいですけども、まあ、だから実際リズムはあるんでね、えー、でもね今日の問題に関してはやっぱりそのちゃんとやるべき努力をさたれた方であればあきっちり成果につなげやすかったのかなっていうところは正直思いますただやっぱり人によってねあの得て増えてってのはありますから この問題例えば工業武器のこの論点は好きだけどこっちは嫌いとかっていうのはあるからそれはどうしてもね人間ですから得て増えてはあるんでたまたまご自分の苦手な分野と当たっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれないけどもまあ一般論で言うと僕が受けた分ではまあ妥当かなあーいうイメージが僕の中にはある。でちょっと 具体的な論点を言いたいんだけど言うとあれなんで、えー、言えないんだけどもでもねまあ皆さんご自分の受けていただいた問題をちょっと思い起こしながらね、えー、いや難しかったなと思う分は当然あってしかるべきなんですよ本試験なんですからあ当然それは難しいなと思うところはあるんですあるんだけども、うん、でもこれはしっかり今の段階で押さえといて皆さんのね 絶対的にに無駄にはならないならいと特に上に進むということを意識されてる方であればこういう論点はしっかりできるようにしといていただけるときっと先にもつながりますよというのはね僕思いました。ね、だからねね、あのー、あまり今日は、ね <laughs> あの悪態をつくネタがないって言ったらあれなんですけどおまあでもね別に僕は悪態をつくためにこれ取ってるわけでもないんであの率直に僕は思っていますあの今日の問題は落ち着いてたと思います実際に僕が受けた問題はねえー、と思いますんでまあちょっとそれは厳しいなと思われる方もいらっしゃるかもしれないけどもただやっぱりこういったものはねしっかりとやっといて えー、受験勉強に挑まれた方のが本試験に挑まれた方のがいいよって言えるようなものが多かったです。えー、そういったことはねまあ一つ今後の勉強の参考にしていただきたい。でねやっぱとにかくまずあの処理量どうしても多めです。ね試験時間も短くなってるけども処理量は多少多めであることはもうここのとこずっとその傾向は続いてるんでまあ、そういうところからするとやっぱねある意味 ちゃんと問題を迅速に読み取ってしっかり処理を考えた上で集計を行うとかね、そういう本当に簿記にとって受験簿記上の基本の作業をある程度まあある意味ですけど僕らがやってた時よりも高めていかないとねいけないなっていうところはあすごく感じた。特にまあ三級なんか僕感じましたね。あのー、ちょっとこれは演習量まあ繰り返した悪いけど演習量の差がかなり顕著に出るんじゃないかなというふうに思いましたよ。 いや僕は一生懸命やったんだけど時間足んなかったと。ね、そういう方もいらっしゃると思うで。僕は別にそういう人たちの努力を否定してるんじゃないんですよ。ね、さっきも言ったけど個人差なんです、ね、人によっちゃ10回で十分できるようになる人もいれば50回やんなきゃできるようにならない人もいる。80回やんなきゃできない人もいるんです。えー、何回目でできるようになったから偉いとか何回目だからダメとか,なか関係ない。最終的にできるようにならそれでいいの。 ね、でそのために少し遠回りをしなきゃいけない人もいるかもしんないけどすらいいんですよ。お、3級とか2級の段階でそういう苦労をしとけば上に進めば上に進もうと絶対楽になるんだから間違いないですよだってそんだけ苦労して習得した知識でし技能でしょそういったものだったら抜けないですからやっぱりねだからそれでいいじゃないですか。 ね、だからあ少しやっぱ時間が足んないな全部問題終わんなかったなっていう方は特にそうだと思うんだけども基礎的な内容の確認の見直しなんかも含めてあとは演習量だよね、えー、こういったところを少し向上するように意識して今後準備なんかを進めていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当ににに漠然とししした話にななっっちゃって申し訳ないしねあの中には <laughs> ね中は <laughs> あのね、そうだなちょっと問題の話しちゃえよとかって思われる人もいるかもしんないけど、まあ、そこはねやっぱりあのルールはルールだからあー守らなきゃいけないものは守らなきゃいけないと僕は思うのでまあいずれまたこういったところもねきっと西尾さんもあの改定はしてくださると思いますよ、ね。だって言うなっつったって言うじゃん。 <laughs> ね、まあ言っちゃダメなんだよ。だから仏は言わないけど、でも言うでしょ友達にねえ、あの、ね、人の口にといた立てらんない。 <laughs> ね、<laughs> 太古の昔から人間ってのはそうなってる、ね。まあガといってこんな動画でねバーって流すなんてのはダメです。ねそれはもうルールですからあそこはダメなんだけどもただまあいずれねまた認証さんもそういったところはお考えいただけるとは思うんだけどもただまあルールはルールだからね、まあ、守らなきゃいけないと思うし大っぴらに僕がね少なくとも皆さんにね教材なんかを提供させていただいてる立場の人間が堂々と。どう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  実施主体のねルールを破るようなことをするっていうのはそれはちょっとねやっぱりん適当だと僕は思えないしまあ勝手にねそんなのおかしいから関係ねえっていうのもちょっとそれは僕はフェアじゃないと思うんですよね。まあ、やるんだったらやっぱり西尾さんにね役をいただくことはやっぱりお互いこう情報共有したいんでね変えていただけませんかっていうのが筋だと思うのでまあそれが通ってからね、えー、変えるべきは変える。ね えー、あちらが認めていただければまたお話できる機会もあるのかなという気がします。あだからちょっと次回以降もねどうしようかなって <laughs> どうしようかなって思ってんですよ。あのー、まあどうしても回答が出せないんでねまあ今までずっとこうやってね回答速報的なものをお出しさせていただいてたんですが。 まあ今日はとりあえず初回なんで僕の初感を伸びるっていう機会でさせていただいたんだけどねちょっとまあ次回からはあまあ別の先生があ受け入ってえまたその先生の感想をねお話ししていただくとかまあそれのがいいかなと思うんだよね。まあ何かしらね試験の都度一つ区切りではあるんで皆さん方のねえ感想 ね、問題を解いた感想ぐらいはお伝えする機会っていうのをね作っていきたいなとは思ってるんですがあまあ次回はねちょっとまあ考えます <laughs> あの。僕じゃない人間の方のがいいと思うんでねまあ感想だったらね別にいいと思うんでその人その人であまあそんなこともまた考えながらねやっていこうと思います。まあ、何にしてもね今日はのという形で えー、試験を受けてきていただいた1、まあ、級に関しては問題の開示がされてますんで、えー、またねあされるのか。 あいうところもありますんでまたあ随時ね回答速報とかっていうのも随時お伝えができればなとは思ってるんですがあ一応3 2九はね速報という形ではもう出せませんのでまあ,あそこの点はちょっとお知り置きをいただいてねご勘にいただきたいご容赦いただきたいと思いますまあ,あ何してもねちょっとここ最近ムシ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 する中で、ね、試験会場行ったりなんだり まあもっと言えばその前にね試験前1週間ぐらいずっともう睡眠時間削って皆さんやっていただいてると思いますまあこういったご時世です去年からねええへん病気が流行ったりもしてるからあやっぱり睡眠時間削って勉強した後ってどうしたって体力落ちてますからねでここで変なね、えー、つまらない病気っていう言葉じゃちょっと言えないような。 重篤なな状況になっちゃう人もいいるみたいですからあのそういったものにかかってしまってもねちょっとんなんかバカらしいですからまあ皆さんあのちょっとしばらく23日はねここのところの疲れをねしっかりあの取るようにまあ、してや今こういうご時世ですからね、えー、しっかりご自分の体をいたわってくださいよ。ね、でその上でまあ今の話じゃないけどね えー、今日受けてきていただいた問題の類似問題の確認とかはちょっとやってもらっとないどうしても今手元に問題がないでしょないから時間経っっっちちゃゃたほどやっぱりうううういう問題だったか忘れてきちゃうと思うのねせっかく本試験で、えー、問題解いたでその問題解いた時に自分の中でちょっと取っかかりがあるというのかな「うんうんこれは」っていうふうに思っちゃった問題であればまあそれはねあの類似問題なんかを活用して疑問点の解消をやっといた方がいいです。ね。 あの決しして無駄にはならなららいと思うからでしょ別にそれは次の試験また受けるんでしょとかってそんな意味で言ってんじゃないですよ。僕はそういうことで言ってんじゃなくてせっかくやってもらったものなんだから類似の論点をしっかり確認しておけば将来的に次につながるようなことにもなりますよと、ね、そういう意味でも是非しっかりやっていただけたら嬉しいなということで申し上げてるだけですから、ね、そこはちょっと変な意味で取らないでいただきたいんですけどもやっていただけたらね 嬉しいなというふうに思いますまあでも本当にね皆さんあ暑い中暑かったよね今日どうだろう僕んとこ暑かったですあの暑かったっちうかあれなんでエアコンあんな効かないの <laughs> 文句ばっかり言ってもしょうがないんだけどもちょっと暑いよねムシ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 するしさちょっとあれどうにかなんねえかなっていうのはあるんだけどまあでも僕なんかねあのー、男だし体も大きいし 暑いなと思ううんだろうけど逆に女性の方にしてみると寒いっってなっちゃううんだろうけどねまあちょっと本当にね雨降ったりなんだりで大変だったと思うんだけどまあまず皆さんとりあえずここで一旦ねいろいろ回るところあると思いますよ。できたできなかったっていう感想はあると思う。で中にはねああいう風にすればよかったとかここのところで失敗しちゃったとかちょっと気落ちされてる方もいらっしゃるかもしんないけど気落ちなんかすることないよ。ね 確かに一生懸命やった後に失敗すると、ね、自分の中にわだかまに残っちゃう時もあるけどもそれはそれとしてさっきの話じゃないけどしししっかり問題の見直し類似問題題のの見見直直類似をすれればそれでいいいじゃないここまでちゃんと頑張ったんだからで本試験までしっかり受けてきたんだからまずはさっきの話じゃないけどもとにかくまず体をちゃんといたわるで疲れを取る、ね、疲れ溜まってるとやっぱり病気にもなりやすくなる。 ね、だからこういったところここまでちゃんと頑張ったんだからまずは皆さんが今後やんなきゃいけないことはしっかり体力の回復を図ることでその過程で少しね合間を見つけて類維持問題のチェックをしてみるとでそれが皆さん方の今後、ねえー、血となり肉となり皆さんを形作っていくんだから、ね、もう見たくねえよこんな問題って思うかもしんないけどもそれはもったいないよ。辛い思いい思されたかもしれないけど だからこそつらい思いをされた問題だからこそ類似問題をしっかりこなすことによってその内容を自分の中に固めればより深く自分の中に取り込むことができるからねえー、是そういった形でねやっていただければと思うしまあ繰り返して悪いけどとにかく今日は早めに休んでねえー、体力の回復を図ってくださいねえー、まあそういったところでございますこれでいいのかな <laughs>、ね、あ今日ね僕ね 試験会場出てくる時にね後ろの方に座ってたね専門学校生ぐらいの女の子からうちの娘と大して変わんないですけどねあのちょっとお話ししたんですよ。でね僕のことは知らない <laughs>、ね、僕のことは知らないんですけど「あのおじさん」っつって「おじさん」っつって言われてね「何?」っつって言ったら、ね「おじさん電卓早いね」って、ね「おじさん電卓早いね」っつって褒めてもらっちゃって。 ね <laughs> ね <laughs> うん、ちょっとねそれはそれでよかったなって、ね、まあまあの一応僕これで食ってるんですよっていうのもなんだからそうかいっつってね褒めてもらっちゃって照れるなちょって帰ってきたんだけどねまあまあどうでもいい話なんですけどそれも今日の僕のちょっとトピックでございます、えー、なんか取り留めの話になっちゃって申し訳ないんだけどねまあでも本当にね体力の回復だけしっかり測ってくださいねあのー、退職しさないでね ね、してください、えー、いうところでございます。ということでまあちょっと取り留めのない話になってしまいましたけどもお今回はそういう状況でございますからあ回答速報とお出しできないことが本当に歯がゆいし皆さんには申し訳ないなっていう気もするんだけどもねルールはルールですからね、えー、それにのっ取った形で、ねえー、やらせていただく。まあ皆さんだってねもう感想とかだって何ツイッターだって何だってあ、ね、げたいんだけどあげないで我慢してる人も多いと思うんでね 僕らがそれを破るわけにはいいかない、ねえーまあ、守りに入ってるって割りはそうなのかもしんないけどね、えー、あんまり僕そういうの好きじゃないんですよ。まあねルールはルールだから、ねえー、そんなの関係ねえじゃんっていうのはちょっと僕違うような気がするんで個人的に、ね、あの <laughs> やってくれって、えー、うちのスタッフの中では言っちゃえ言っちゃえっていう人もいましたけどねちょっとあんま僕そういうの好きじゃない。 まあすいませんねあのつまらん人間で申し訳ないんですけどもまあそういったところはご了承頂い,いてね、えー、まあまた個別にお話しできる時があればねえー、そん時は個別だからいいってわけじゃないんだけどね、えー、ち,ょちょっと話しちゃうかもしれないけどね、えー、っていうと西尾さんに怒られるから話しませんよ話しませんよ 話しませんよねえままあ皆さんそんなところでございますんでねまあとにかく今日は本当に一日お疲れ様でした。ねえー、繰り返して申し訳ないけどもまあとにかく体調回復ねえー、体力の回復です、えー。これを最優先課題に今後ちょっと据えてもらって23日ゆっくりして。 その後に、ね、見直しなんか進めるようにしてください、はい、以上で本日の本試験を受けての私の方からの感想ということで、えー、お話はこれで終わりになります皆さんお疲れ様でございました